皆さんこんにちは、マリリンです。本日もご視聴ありがとうございます。はい、今日はですねカルディの購入品を紹介していきます。もうで買い物行くとき化粧なんかせえへんはい、ということで今回ねカルディの購入品初めて紹介していくんですが、なんとカルディでは私買い物初です。初めてのお買い物でございます。なのでちょっとドキドキしながらね買いました。はい、で、いろいろ紹介していきたいと思います。でね、見てください、カルディでいっぱい買って、カルディのエコバッグも買ってしまいました。もうね最近はねエコバッグ必需品ですからね。じゃあ紹介していきましょう。まず紹介していきます。こちらです。こちらがキューネのバルサミコスの白かな、香りを、おーツーンって感じだね。これは本当はこうお料理に使ったりとか、私いつもバルサミコ自体はお肉とかに使うかな。ローストビーフ作ったりとか、あとピアリブ作ったりとかも使用するので、今回これ買ってきました。すごいよね、こういうサイズ感であるんやと思って。次、はい、こちら、こちらがスパイスオリーブらしくて、ブラックペッパーとクローブス、ホワイトペッパー、唐辛子とかが入っています。で、なんかこう私すごいスパイス好きなんで、そのオリーブオイルの中に多分スパイスが組み込まれてる的な感じなんですかね。買ってみたいなと思って買ってみました。そう思うと結構調味料系いっぱい買ってるかもしれへん。はい、次はこちらです。これがハバネロソースの中辛になるんですが、これ実は前に一回カルディじゃないんですけど買ったことがあって、すごい美味しかって、もうなくなっちゃったので、買ってきました。ピザとかにも合うし何でも合う。ちょっとこうアクセントで辛みが欲しいっていう時に使うとすごい美味しい。ミノが大好きです。次はこちら、種入りマスタードです。マスタードね1回しか買ったことないかも。コストコで確か買ったんですけど、あまりにも量多すぎて無理やって、なんかと本当になんか全部食べきれなかったっていうのがあったので、今回ねこれ買ってきました。お肉につけても美味しいし、ソーセージとかにつけても美味しいので、なんかやっぱマスタードやっぱいつも欲しいなって思うんで、ちょっとね買ってこようと思って買ってきました。結構カルディなんていうかな、そのサイズ感がすごいいいかも。なんか大きすぎへんし。次はですね、こちらベルトリークリーミーアルフレッドです。これがバターと生クリーム、チーズを使ったイタリアの伝統のソースになってるそうで、ね、すごいね、もうね名前からして美味しそうやったし、ちょっと待って、これ絶対美味しいや。うわめっちゃいい匂い、むっちゃよだれ出てきそう。これめっちゃいいな。例えば、これパスタに使ったりとか、あとはペンネ使ってみたり、野菜グラタンとか美味しそう。ブロッコリー入れたりとかしても美味しそうやし、本当に何にでも合う。もうこういうの大好き。もうチーズ大好きやから、もうこんなん買うしかないやんと思って買ってきました。なんかシュリンプとかにもすごい合いそう。はい、次こちらですね、ホワイトアスパラガスです。これめっちゃ好きなんですよ。もうこれにドレッシングとか、あとは私、ね、マヨネーズかけて食べるのが好き。もう本当にこれ大好き、もう大好きなんです。もう自分が食べたいと思って買ってきた。ヒマとかミノとかどういう反応すんのやろ。ミノとか食べたことないと思う。めっちゃ楽しみ、これすごい好き。次はこちらですね、マッシュルームソースです。なんかもう美味しそうやん。しかも入れ物めっちゃ可愛い。なんかねすごいね、レトロなというか、そうですね、レトロな感じ、すごいおしゃれ。置いてるだけでも可愛いなっていうのと、サイズ感もこれまたちょうどいいんですよね。あんまり多すぎへんくて、でもちょっと試せる大きさやから使ってみたいなと思います。なんかカルディって料理の幅がすごい広がりそうやなと思った。何でも売ってるしいいね。私マスカラしてんねんけど目の下黒なってへん。大丈夫か。次はですねこちら、ライ麦粉です。ライ麦パンとか作りたいなと思って買ってきた。あのね、ミノがライ麦パン超好きで、であとはなんかこうやっぱライ麦パンってこう普通のパンと違って、やっぱりこうダイエットとかにはすごい適してるものになるので、
ヒマとかと一緒にこう作れたらいいなと思ってるかな。なんかライ麦パン の、 あの素朴な味が私すごい好きなんですよ。でそれを焼いて食べたいと思って、子供たちと一緒に作るのも楽しいからちょっと買っていきました。はい、次はですね、ホールトマト缶ですね。こちら買ってきました。まあ、ホールトマトって本当に万能なんですよね。ミートソース作ったり、ミートソースができたらパスタにもできる、グラタンもできる、ラザニアみたいなのもできるし、トマトスープ作る時とかも結構このホールトマト缶とかを使って作るかな。あとはトマトを使ったその煮込み料理とかもすごく美味しいからめっちゃ好きです。なんかやっぱその旨味がギュッと引き詰まってるじゃないですか、トマト缶って。大好きなのでちょっと一回カルディで売ってたもの買ってみたいなと思って買ってきました。はい、次こちらフライドオニオンです。これはねサラダに入れても美味しいし、スープとかあとはねカルパッチョの上とかにかけてもすごい美味しいから好きです。フライドオニオンこそもうコストコで売ってるんですけど、めっちゃでかいんですよ、使い切れないから。だからすごいやっぱカルディとか、特にあと業務スーパーとかもそうやけど、本当に大きさがちょうどいいから使いやすそうですね。楽しみ、いい匂いする。次はこちらポルチーニのクリーム玄米リゾットです。もう玄米って聞くと買ってまうよな。これを興味あって買ってみた。どうなんやろ味、なんかちょっとまたお昼に食べてみようと思う。リゾットめっちゃ好きで、で玄米って書かれてたから食べてみたいなと思って。あでも脂質めっちゃ高いな、 8.3 やって高いけど、まあまあちょっと食べてみよう、美味しそう。はい、じゃあ次はですねこちらハロウィンシリーズのパスタショップパンプキンパスタと、ディズニーキャラクターのハロウィンパスタです。すごくない？めっちゃ可愛い。あ、ディズニーのキャラクターいっぱい入ってる。こっちはパンプキンの形したものになってるんですけど、美味しそうで、色もねついてるし、いろんなキャラクターたちがこんなの中にたくさん入っております。なんか今年そのハロウィンパーティーを家でやりたいなと思ってて、ディズニーみたいなハロウィンにしてあげたいなと思ったんです。子供たちが喜ぶし、あんまりリアルすぎるのやとちょっとあれかなと思って、ディズニーにあるハロウィンの感じを表現したいなと思って、カルディ行ったらすごいいっぱい売ってたから買ってきました。こんなんとかでなんかこうパスタとかで美味しく味付けしたらみんな喜びそう。すごいの買えたなと思いました。次はこちらサーモンムースです。もうさ名前の時点で美味しそう。なんかジュレを使ったカルパッチョとかにこれサーモンのやつ入れたら美味しそう、なんでも合いそう。これはねよくねなんかね結婚式とかに出てくるようなやつやな、絶対だ。癖のない上品な味わいのムースやって、なんでも良さそうやね、何にでも合いそう、めっちゃ美味しそう。絶対ジュレの料理に合いそうやん、めっちゃ食べるの楽しみです。でカルディ行くと本当に世界広がるわ、何でもあんねんな。じゃあ次はですねお菓子いっぱい買ってきました。まあ、ハロウィンに向けていろいろと買ったんですが、まずこちら、ハロウィンのゼリーですね。一口サイズのゼリーになってます。みかんとピーチとリンゴ味が入っています。はい、まあ、ゼリーはね子供たち大好きなので買ってきました。次はこちらホッピングキャンディー。もうこれ子供たち大好き、本当に好きなんですよこれ。もうホッピングキャンディー自体がもうパチパチパチって口の中で弾けるやつになってて、だからドン・キホーテでよく売ってるの見んねんけど、まさかこんなカルディでこういうの大量に売ってると思ってなくて、めっちゃ喜ぶと思う。まあ、これはねハロウィンに盛り上がると思います。はい、次はこちらハロウィンのマシュマロー。すごいね、こんな感じにたくさんね顔があって可愛いですね。マシュマロもねもう子供たち大好きなんで、まあ、普通に食べてもいいし、ちょっとこう焼きマシュマロしちゃってもいいかも、可愛いです。はい、次はスナックですね。これはもうスナック、普通のスナックも何が入ってるの全部英語で全く分からへんけど、モンスター、ちょっとたまにはしょっぱいのも必要でしょうということで買ってきました。次こちらです。ハロウィンロリポップチョコレート12本入りです。これもねやっぱり置いてる状態でみんなに選んで食べてほしいなと思ったので箱ごと買ってきました。すごい可愛いのキャラクターがしっかり描かれております、可愛い。はい、で次はこれはパンプキンポット、ちょっとヒマが絶対選んでんな、
何これ、なんか中に入ってんのかね。キャンディーと焼き菓子が入ってるライトポットらしい。光るんや。あ、そういうやつか。すごいすごい、光るポットになってるみたいで、電池というか光るようになってる。オンオフできんねや、これでも。うっ、笑っとる笑っとる、ずっと笑っとる。怖なるほどね、こういうやつなんや。あー、ひまが選んだやつ面白いな。で、キャンディーと焼き菓子が入って、これはマシュマロとキャンディーが入っているそうです。まあ、雰囲気でね、置いてるだけでもすごく可愛いし、中にお菓子入ったら子供たちも喜ぶと思います。はい、ということでね、今回初めてカルディで購入して紹介していったんですけど、まあ、何度も言うんですが、本当にいろんなものがあって、まあ、こういうね、スパイスオイルとか今まで使ったことないようなものがたくさんありました。なので、これから料理するのがめちゃくちゃ楽しみ。すごい幅が広がるなと思いました。なんか世界の料理を作れそうやね、カルディね。すごいな本当に何でもあった。特にこのサーモンムースとかって本当にこうフレンチ料理とかでよく出てくるようなものなので、こういうの売ってるんやと思って楽しかったです、買うのをね。ぜひですね、こちらハロウィンのものとかすごいたくさん売ってるので、ハロウィンパーティーの時とかにもいろんなもの使えるのめっちゃいっぱいあったんで、よかったら参考にしていただけると嬉しいです。またなんか味がどうやったとかも、またなんかちょっといろいろインスタとかにもかけたらいいかなね。ということで、今回はカルディの購入品の紹介でした。それではまた皆さんお会いしましょう。バーイ。